こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマはお告げメッセージというテーマで見ていきたいと思います。選択カードはこちらから A、B、C で用意しておりますので、お好きなカードをお選びください。はい、皆様台風はいかがでしたでしょうか。私は関西、大阪に住んでるので、結構通ったんですけど、まあ実害はない状態でございました。結構ね、今回もかなりでかいみたいで、皆さん大丈夫でしたでしょうかね。なんか最近、まあずっとねそうですけど、結構天災が年々ひどくなっていってますよね。あのハワイのマウイ島とかマジって感じですよね。現実でそんなこと起きるんだっていうぐらい、本当にファンタジーぐらいの、すごいパワーでね、変わっていきますね。あの地形というかみたいな感じなんですけれども、はい、皆様はどうでしょうかねという感じで、そんな皆様にお告げを聞いていけたらなということでございます。そしてお盆も終わりましたが、皆さん楽しめましたかね。全然仕事です、変わらずですっていう人もいらっしゃると思いますし、やっとこさのねあれで、あの実家に帰れたとか、ね、そういう方もいろいろいらっしゃると思います。はい、いろいろなんか感じることも変わったこととかもあるのかなということで、そんな皆さんにメッセージを送れたらなという感じで見ていきたいと思います。それでは早速見ていきます。よろしくお願いします。はい、それでは絵を選んでいただいた方見ていきたいと思います。お告げメッセージですね。選択カードはこちら、ゲットグラウンデドが出ております。はい、感じてくださいっていうことで言われてます。まあグラウンディングしてくださいっていうのがシンプルメッセージなんですけれども、本当になんか自然につながる、自然とつながるとか、ちょっと緑の多い場所、木みたいなのに触れれる場所に行ってもらったりとか、なんかね、こう自分が感じたいと思うものを感じてほしいっていうのをすごく言われてますね。だから一緒にいてすごく嬉しい人とか、一緒にいたいなって思える人とか、そういうエネルギーをこう感じ取るようにしてほしいっていうのを言われてますね。はい、なのでまあ逆に言えば、嫌なこととかちょっと合ってない場所とかっていうところで感じることをやめろってことだと思いますね。いいことを、はい、受け取ってくださいっていうことなので、ちょっとこう悪い気を結構受け取っちゃってるんじゃないかなと思いますね。はい、まあそういうところからはもう早々に離れて、自分のいいと思うことだけを吸収するみたいなのでね、はい、やってくださいということで言われてます。はい、現状見ていきたいと思います。はい、なんか自分の進むべき道に確信が持てたって感じですかね。なんか今まではやっぱりまあ未だにあるけど、これからどうしようとか、実際問題現実的に考えたら、お金とか時間とか、まあ家族のことだったりとか、もちろん仕事のことだったりとか、いろんな面で不安要素ってたくさんあると思うんですよね。まあ、これからどうしたらいいんだろう、どうなるんだろう、こうやっていけるのかなみたいな、このままでいいのかなみたいな、すごい考えると思うんですけど、なんか考えても仕方ないよなみたいな、あ、もう自分がやるべきことやっていかないといけないというか、やらなきゃ意味がないよなというか、まあ、ちょっとなんかその自己啓発じゃないけどしたような感じかなっていうのは、受け取れます。なんかね、どっちかっていうと、その例えで感じるのは、なんかこう実家に久しぶりに帰ったら、やっぱりこうなんか実家では
あんたもうそろそろいい年なんだからとか、結婚しなさいよとか、もうちょっといい職業に就きなさいよとか、なんかそういうこうなんか言われた。で、あ、うるさいうるさい、ほっといて、私は私のやりたいことをやるんだよみたいな、なんかそういうのに、そういう感じ、例えですよ、そういう気持ちにすごくなってるっていうのが現状で、はい。自分だって不安だよ、そりゃね。このなんだろう、自分で道を切り開いていくのなんか大変だけど、これやりたいんだもんみたいな、もうやるしかないのよみたいな、なんかそうやってやった方がいいことなんか死ぬほど分かってんのよみたいな、はい、なんかそういう気持ちの方ですね。はい。なので本当にそのまあそれがあったからモヤモヤってして、なんかこう自分のエネルギーがこうよどんだというかね、うん、こうもやーってすること増えたけど、でも逆にそれのおかげでより背中を押されるみたいなことにつながってるのかなっていうことを言われてますね。はい。で、お告げをね、聞いていきたいと思います。はい。お告げはアンサーダコールとエンプレスが出てるので、もう本当に自分の魂の呼びかけだけを聞いていけばよろしいですかな、ということで言われてます。はい。なんて言ってる、自分が、自分がなんて言ってるのって、はい、もう本当にただそれだけでよろしいですっていうことでね、はい、お告げは言ってます、シンプルに。はい。あなたがやりたいこと、したいこと、自分で情熱を持てること、自然な愛がこう浮かぶ、何、愛が溢れるもので楽しいなとか、もうそれをしてるだけで、ああ自分は豊かだなって思えることとか、幸せだなーって、満たされるなーみたいな、なんかそういうことを本当にこうギュッとやってほしいみたいな、はい、ことですね。なんかやらなきゃいけないことをいくらやっても自分は何にもならないっていうことをもう知ってる方だと思うんですよ。もちろんそれをした方が社会的にも安定するし、家族も安心するし、他のその周りの人たちは納得してくれるかもしれないんだけれども、自分はそれじゃ納得できないんだよみたいな、はい、そんなの自分が一番わかってるはずだから、大変だし辛いけれども、それでもやっていくしかないのよ自分は、そういう風にってこと。でもそれが結局うまくいけばみんなこう羨むというかね、うん、素敵だな、すごいなみたいなことになるのも分かってらっしゃると思うので、まあちょっとそのね、大変ですけれども、本当に自分の心の声のみに、はい、答えていくみたいなのにしていただかないとね、いけない。もうそういうタイプの方なので、そういう定めです。はい。なので、まあそうやって分かってても何回も何回もお問い合わせが来るというかね、うん。自分はこうやって生きていくんだって決めても、本当にそれでいいんですか？本当にそれでいいんですか？って何度も何度もやってくるんですけど、はい、そうなんです。本当にそうなんですっていうのを何回も何回も、本当に吹っ切れるまで、吹っかけてくるので、はい、忘れずに、うん、ちゃんと、こう、周りに影響されたりとか、いろんなことに感化されずに、マイワールドはね、はい、マイワールドというか自分の思う通りにしていけるように、はい、やってくださいということで、はい、心配せずいてくださいということで言われてます。アドバイス見ていきましょう。はい。もっと良くなるためにしておくといいことは、バーシングニューエイジが出てるんで、なんかでも新たなって感じで思っていただいた方が多分やりやすいかもですね。A さんにとっては、なんか自分がキャラ、なんかなんだろうな、すごいよそ行きの顔を持ってる方っていうのかな、上手に世間に溶け込むことができるんだけれども、その奥深くはめっちゃ自分のその世界を持ってる。だからちゃんと宇宙とつながれるというか、そういう自分とすごく深くつながれてるんだけれども、社会的な面で見ると結構その周りに合わせることができてしまうみたいな、うん、だから
別にやろうと思えばいつでもできるんだけれども、そうやってやってきた自分がいるからみんなを驚かせちゃったりするかもっていうので、なかなかその表的になんかこう現実的にそれをするのは難しいかなって感じがあったりするかもなんですけれども、だから急にね、あの仲良くしてた子とかが、え、そんなことするの？みたいなとかって、やっぱりこうちゃんと認めてくれるだろうなんて分かってるんだけれども、やっぱりこう拒否られたりしたらどうしようっていう恐れとかっていうのはどうしても出てくるので、なんかそれを恐れるっていうよりかは、これからちょっとあの新しい自分になるからみんな驚かないで見ててくれるみたいな、なんかそういう心構えで、あの表向きにはそういうアピールで言うんだけど、実際は本当の自分に戻るだけみたいな、なんかそういうようなあの感じで、あのいていただけたら、ちょっとうまくあのやっていけるというか、メンタル的にあの乗り越えられるんじゃないかなっていう感じですね。うん、なんか怖いから、この本当の自分を出すことによって、それを否定されたりしたら、あのもうこう生きていけないじゃないけれども、本当のね、うん、その大切な部分を出して、え？って大切な人にされたら、すごくこうもう、どうやって生きていったらいいのってなっちゃうから、やりたくない、できない、そんなこと怖いってなるけれども、そうじゃなくって、ちょっと試しにあのこういう風にやってみたいと思うから見ててみたいな、本当はそれが本当の自分なんだけど、でもそれでダメだったとしても、やっぱりふふみたいな感じでまた元に戻せばいいし、それで受け入れてくれたら、あのだんだんこう本当は本当の自分はこれなんだよねみたいなで出してもいいし、はい、なんかまあうまいことちょっとその怖がるってよりかは、もうちょっとその出していかないと、出していかないとっていうか、その本来の自分にならないと、あの次に進めないところまで来てるのかなっていう感じなので、ぜひあのやってみてください。で、結果見ていきたいと思います。ヒエロファントの逆位置とソウルファミリーが出ております。はい、そうなんですよね。なんか本当にモラルというか、その社会的に生きていくっていうことについて、すごく強く、なんて言ったらいいのかな、自分を律してたっていうのかな、なんかすごい真面目っていうのかな、あのこうした方がいい、ああした方がいいっていうことに対してすごく順応してた、そう、ちゃんとやってたみたいな、あのなんか当たり前なこと、こうするべきであろうっていうことっていうことをやるのは得意だったんだけれども、なんかもうそれをなんだろう、やりたくないっていうのかな、それをやることが社会的にいいことだって分かってるけど、それをやりたくないみたいな、できるし分かってるけどやりたくないみたいなところに来ておりますので、だったらそれはね、やったってあのやりたくないことをやったって何の意味もありませんから、自分がいいように、はい、ならなくてはいけないので、それをちゃんと理解してあのやっていこうねということで、はい、あの言われてますね。でソウルファミリーが出てるんで、なんかねすごくそのあなたが魂の呼びかけに応えることによって、なんていうのかな、バイブレーション、そのあなたの魂につながってる目に見えない存在とか、その目に見えない力とかがあなたにいい働きをできるようになるからみたいな、はい、ことで、言われてるので、だから神様にお願いするとかじゃないけれども、そのちゃんと自分が自分の心に素直に正直になってれば、あのそういうのが勝手に受け取ってくれて、あなたにその望んでることを用意してくれるっていうのかな、目に見えない部分でということなので、だから恐れなくていい、なんかその現実的な部分で一人にはなるかもしれないんだけれども、一人と感じることもあるかもしれないんだけれども、あなたの目に見えないところ、そういうこうスピリチュアル的なというか、なんていうのかな、その心の奥深くとかではたくさんあなたをこう
見守ってる存在がいたりとか、はい、いますから、うん、あなたをね、うん、そうだな、はい、一人じゃないんですということが言いたいんですよ。いつでもあなたを手助けしたい人がいるんですよ、本当は。でもそれが正しい形じゃなければ、手助けできないような仕組みになっているから、あなたがそういう複雑なことをしていたら助けたくても助けられないから、その辺ちょっとちゃんとしていただければいいのになということで言われてるかなって感じなので、ちょっとその辺を、まあ、整えるためにも、まあ、グラウンディングというか、ちょっとその何にもあなたに干渉しない場所、なんかこう自然豊かなところだったら、それぞれがみんなそれぞれのあるべき姿で、のびのびと過ごしてますよね。動物たちも植物たちも、いろんなものが、はい、自分たちのありたい姿で過ごしてるみたいなところで、あなたも自分のなりたい姿で過ごすみたいなことをしたらすごい整うかなっていう感じなので、ちょっと都会に住まれてる方とかは結構こうなんだろう、自分じゃないもの、不純物がたくさんあると思うので、そうやってこう浄化しに行くみたいなイメージで、やってみていただけたらいいかなということですね。はい、自分にとってのパワースポットに行ってくださいということでございます。はい、以上が絵をね選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは B を選んでいただいた方見ていきたいと思います。本日のテーマはお告げメッセージですね。選択カードはこちらですね。リープが出ております。You go first. The universe will catch you. はい。あなたが先に行ってくださいということでね。はい。飛び立ってくださいということで言われております。うん。一歩踏み出す。ただそれだけでいいんだよねっていうことで言われてます。はい。うん。そうしてくれたら何でもサポートするというか、あなたが勇気を出して、こう、1やるだけで、そっからババババってこう、導きが来るわけなんですよ。0は、何をかけても0になるじゃないですか。だから、やっぱ何かしないと、どうしようもできないから、ただそれだけをね、頼むって言われてますね。そう。なんか、考える、検討するのって、何にもならなくて、ただただそこに留まってることになるので、全然何の意味もないので、もう、ちょっとでもいいから、一歩踏み出すみたいなのすれば、なんとかするからさ、頼みますよ、みたいなことで言われてるので、ちょっと頑張ってほしいです。以上。みたいな感じになっちゃった。はい。そんな B さんの現状ね、見ていきたいと思います。はい、ムーンとスターシードが出ております。そうですね。だから空想世界の部分というか、感覚の部分、魂の部分では、結構完成してるというか、宇宙意識が強いっていうのかな。だから想像してる、妄想してる、それで結構もう満足しちゃうみたいな。はい。感覚派が抜けないっていうのかな。でもこの世界今住んでるところは、現実で動かさないと何もこう、得ることがないんですよね。もちろん想像とか、の世界でも、こう刺激を受けることはありますけれども、現実を動かさないと、何にも、ならないというか、なんていうのかな。先に進まないっていうのかな。うん。もちろん、考えるだけでも経験にはなりますけれども、やったことあるかないかって全然違うじゃないですか。みたいなこと言われてるので、そう。なんか別に現実的に体験しなくてももう十分別にいいですっていうぐらい結構感覚派の人なんですよね。だからテレビで見たとか、
映画で見たとか、なんか誰かがやってる YouTube とかね、誰かがやってるの見たのでも満足です、なるほどみたいな感覚にすごいなってる現状があるんですけれども、いやいや、それを本当にやりたいなとか好きだなとかこれ気になるなっていうのがあるんだったら、あなたは実際に一歩足を踏み出してやらないといけないんだよねみたいな、はい、ことを言われてますね。そうだから、すごい想像力豊かだから、たくさんいろんなことを考えるんだけれども、考えるだけで満足しちゃいがち。でもそれを全部一歩踏み出せたら、現実的にこう動かせたら、位置にできたら、もう超すごいことになる人なんですよね。はい、そのこう使命宿命思ってるんだけれども、でも全然その本人からしたらこれで満足なんでみたいな感じでなっちゃうんですけど、はい、お告げ的には一歩と出してください、一歩前にみたいな、1、0じゃなくて1にしてくださいみたいなことすごい言われてます。はい、でお告げもっと詳しく聞いていきたいと思います。はい、キーパーズオブディアースとハーミットが出ております。多分そう、満足はしてるんだけれども、なんだろう、まだ自分自身の人生っていうのを、なんていうのかな、満足してないというか、もっと自分はもっと何者かになれるとか、なんかできるとか、可能性を感じてるはずなんですよ。B さん自身ももっと自分はこういうことができる、だってこんな想像力あるんだから、こういうこともできるだろうし、こういうことだってきっと可能性はあるだろうし、だけれども、まあ、やらなくても別にいいから、十分そうやって想像するだけでも楽しいから、まあ別にいいんですみたいなはい、本当に魂の感覚が抜けない人なのかな。そう、宇宙感覚が抜けないって感じですよね。そう、でもそうやって願望があったりとか興味があったりとか、まだまだ何か足りないっていう感じがあるんだったら、本当にやるべきなので、で、あなたがよしやるかってなった時には、なんかそうやるかってなった時に、多分全部がブワーってうまいこといっちゃうタイプなんですよね、きっと。そうだから、それもあってちょっと一歩踏み出すのめんどくさいっていうのもあるのかも面白いタイプですね。でも私もそうですね、なんかこれは絶対にやるんだみたいなのを今までやってきて、結構全部うまくいったんですよね、もうすぐ夢叶うみたいな。だからなんかもういっかみたいなのにちょっとそれでなったのもあったんですけど、なんか本当にそういう感覚の人なのかなって感じですね。なんかやろうと思えば自分が望んでたところにすぐたどり着くみたいな、それが大きいとか小さいとか関係なく、こうがいいなって言ったことがもうパッて叶うんですよ、よしやるぞってしたら。だからなんでしょうね、めんどくさいとか、なんかそのなんて言ったらいいのかな、すぐに叶いすぎると面白くないとか、だから映画とかもやっぱりこう結末って分かってても、それまでの過程をすごく楽しんだりしたいじゃないですか。だから10分でオチが来たら何も面白くないですよね、見るかこんなもんみたいななっちゃうよねみたいな、なんかそういう感じなのかな、ちょっと難しい感覚ですよね。そう、あんまりその壮大にしたくないんだけれども、でも自分がその願望を描くってなったら想像力豊かなので、結構大きな願望をね描いてしまうわけなんですよね。だから結構その辺で結構複雑なパワーが働いて、はい、みたいなことがあるのかもしれないですね。でもそれをちょっと忘れかけてるとか、今までそうやってうまくやってきてたけどそれで疲れちゃった人とか、休憩してた人とかだったら、その感覚を忘れてて、今一度そうやってやるってなった時に、どうやってやるんだったっけみたいな感じの人もいるかもなんですけど、そういう人も本当に、さあやるぞ、よしみたいなので、一歩前に
出すことで全部が、うん、あの円滑に進むというか、だからちゃんと願望を作ってこれをこうするんだみたいなことを掲げて、よしやる OK みたいな、あのスイッチオンみたいなことをしたら、それに向かってあのいろんなことがパーって動いてくるというか、そのいい運びにつながるっていう感じなので、まあ、ちゃんとまず願望をあの具体的にというか現実的に自分があのなってほしい、こうなったら喜ぶだろうなみたいなのを描いていただくといいのかなって感じですね。まあ描いなんかね、その想像力豊かすぎて、こうなったら困るだろうとか、こうなったらあれだなとかっていうことまで全部細かくやるから、そういうのとかも全部こう発動しちゃうから、めんどくさいみたいなものがあるかもしれないですよね。だから、ね、ちょっとこうすごい大変な過程がないと映画とかでも楽しくないみたいな、すごいこううつ展開がないと楽しめないみたいなのとか、そういう趣味の方とかは結構そうやってね、一歩踏み出したら大変なことが絶対起こしてしまう、自分でねそれを求めてるから起こしてしまうから、あーやんのだりしんどみたいなそれが好きなんだけど、実際起こるとね結構エネルギー取られるのでみたいな感じでね、はい、そういうのもあるかもですね。はい、でアドバイス見ていきたいと思います。どうしとくといいのか、やっぱりそうですね、あのミラーが出てるので、本当になんか自分が映し出しちゃってるのよねみたいなのを今一度知っといてほしいっていうのかな。うん、だから何を映すか、何を映したいかっていうのをちょっとちゃんと鮮明にしないと、すぐにそうやってその自分の癖が出ちゃうんですよね。うん、私もそうなんですよね。こう人間的に深みのある人が好きなので、なんかね結構あのくせ者が好きなんで、そういう人しか周りに現れないんですよね。でもやっぱそういう人と関わっていくと結構大変だから、疲労はあるわけじゃないですか。楽しいんですけどね、うん、みたいな感じで、だから本当にそれを望んでいるんだったらそれを楽しめばいいし、そうじゃない、だから嫌なんだっていう人はそうじゃないんだよっていうのを自分にちゃんとはっきり分からせて、じゃあどういう人とどういうことを、どういう現実を映し出したいのかっていうのをちゃんと徹底的に自分と自己分析して、あの反映させていくみたいなのをしていくみたいなの、はい、が大事かなということでね、いわゆる難しい話ですね。で、結局ね、そうやってこう嫌だな嫌だなとかって思ってたり、頭で分かってたりとかしても、実際自分で腑に落とさなければ、何がどう嫌なのか、どうしてこれが嫌なのか、自分はこれについて興味があるからそれについて考えてるはずなのに、なぜ嫌と感じるのか、なんかそういうのが全部腑に落とさなければわからないっていうか、なんか本当に大変な方ですよね自分でも分かってるんじゃないですかね。自分って大変だなみたいな、あの簡単に生きようと思えばいくらでも生きれるのに、あーみたいな、なんかね、納得しないと完成できないっていうか、だから徹底的に自分が興味あることについて徹底しなければ、みんなに言われたって、自分でも分かってたってそうだって思えない。もう本当に魂がそれについての情報を満タンにしたら、はい、これについての情報収集は終了しました、完成ボックスに入れますみたいなので終われるんだけれども、やっぱ嫌だなって思ったからやめても、残ってるタスクがあります、残ってるタスクがありますみたいな感じで、それについてすごくやらされるみたいな、なんか何回も何回も、なんかまあ恋人とかもね、こういう
人と付き合ったらダメだから、もうこういう人とは付き合わないって、途中で逃げても、何度も何度も同じ人が現れてみたいな。で、頭では分かってるから、こういう人はダメ、ダメ、みたいなしても、自分の中のタスクが終了してないと、永遠にそういう人が現れるみたいな。だから、満足、納得するまで、もう、自分が、これ 100% 分析完了しましたってなるまで、そういう人とかと一緒にいるとか、そういう状況、環境で、最後までやりきるとかしないと、ダメかもしれないですね。すごい大変な方ですね。うん。だから、ちょっと途中リタイアしてる人が今、すごい多いのかもしれないんですけれども、やりきらなきゃいけないのかもですね。頭では分かってても、やっぱちょっと何回も何回も状況環境を変えて何回も何回も同じようなことかもしれないけどやらないといけない。やって納得しなければいけないので、うん、前に進むためこそ、ためにこそ、その途中で諦めたこととかをちょっともう今一度やりきるみたいなね。うん。違う場所でもいいんで同じようなことをやりきるといい。はい。違う内容でも何でもいいんですよ。だから、うん、なんかやらないといけないんだろうなみたいなことが起きてきてたら、それをね、もう大丈夫ですよ、やらなくてもって言われるまでやるべきっていう感じで言われてるかなって思います。難易度が高いですね、これは。はい。で、結果見ていきたいと思います。スタート、プリエステスが出ております。はい。希望の光はありますから、大丈夫で心配せずに。はい。なんでしょうね。なんかね、多分今、休止中というか、光を止めてるというか、発光を止めてる、スイッチをオフにしてるって感じかな。スイッチをオフにしてるから、そういう自分に、大変なことが降りかからないようにとか、めんどくさいこととかが起こらないようにとか、なんかドラマが起こらないようにみたいな、自分の人生を進めないようにみたいなスイッチオフしてるんだけれども、じゃなくって、スイッチをつけて、動かしながら綺麗にしていくみたいな。うん。だから、これを汚さないために、タンスの奥深くにしまっておいて、大事に大事に保管してますっていうのって、大事にしてるって言わないじゃないですか。壊したくないとかね、その汚したくないとかって思うけれども、本当に大切なんだったら、一番、手に触れる場所だったり、目に見える場所だったりに、置いて、常に毎日気をかけたりとかってすることが一番大事なことじゃないですか、みたいな感じで、ちょっとそのスイッチオフにしてる人たくさんいたかもしれないんですけど、じゃなくって、どん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 その、使うというか、一番、目に、映るところに置くっていうかな、なんて言ったらいいのかな、使う。はい。そうだな、スイッチオフにしてたのをオンにして、することの方が、浄化されるとか、綺麗になる、クリーンになるみたいな、はい、いい風になるみたいな感じかな。うん。だから使わないカバンとかってすごいすぐ劣化したりするじゃないですか。でも使ってたら家もそうだね。家も住まないとすぐ悪くなるんだけれども、誰かが住んでることによって、エネルギーがね、循環するので、綺麗に保てるみたいな、よく言うじゃないですか。みたいな感じで自分の肉体というか人間的な、はい、エネルギー的なのも、ちょっとスイッチオンにしないとそろそろ、やばいよというか、はい。したいよね、みたいな。はい。キラキラしたいよね、みたいな。なんか、なんていうの、自分が自分に納得できる自分になりたいよね、みたいな。はい。なんか、物足りてないと思うんですよね、B さん。今のところね。うん。なんか本当に生きてるっけみたいな。なんか、今、生きてる自分、みたいな。なんかそのスイッチをオフにしたのも本当にね、人間休止
活動に入ったのかもしれないですね。でもやっぱりそれだとなんかいろいろね、なんか違うなじゃないけど、もうそろそろちょっと復活するべみたいな気持ちに戻ってきてるのかもしれないですね。はい、うん。だから生き返ろうぜみたいな、復活しようぜみたいな、なんかそういう感じですかね。はい、うん。呼びかけられてると思うんですよ、あなたの魂が。はい、本来の自分が、あなたこうなりたいでしょみたいなそう、かすかに聞こえてるはずなんですよ。聞きたくないけどね、うん、まだまだ自分はゆっくりしときたいんです、もう一生懸命生きるなんて無理ですって思ってるけど、もうずっと何か感覚をささやかれてるはずなんですよ皆さん。はい、聞かないようにしてるけど、いやもう全然十分、今も幸せなので今で十分ですって言ってるけど、どこか何か物足りないとか、どうにかなりたいとかはあるのかなって感じがするので、まあちょっと参考に、はい、していただければいいかなって。そろそろスイッチオフに、オフからオンになるタイミングかなということなので、0から1っていうのを意識していただけたらいいかなと思います。以上が B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは C を選んでいただいた方見ていただきたいと思います。お告げメッセージです。C の選択カードはシスターウッドオブダローズ、ビューティー&デボーション、プリエステス、ミスティックティーチャー。はい、そうですね、 C を選んでいただいた方は美、美しさっていうのがテーマで来てるんですけれども、なんかね、こうしたい、ああしたいとかっていうことがすごい、その大切なことですよっていうので言われてるんですよね。なんか自分が憧れてる存在、あ、こういう人素敵だな、あ、こうなりたいなとか、こういう場所でこういうことしたいなとか、そういうことがすごいあなたにとって大切なことなので、なんかね、ティーチャー、勉強できる存在、なんか尊敬する人とか、あ、こういう人にみたいになりたいなとか、なんかそういう存在が今すごく大切というか、なんかあなたにすごい意味のある、はい、ことなのですよねっていうことなので、そういうその自分に影響を与えてくれるような存在、はい、美しい存在っていうのを意識してみてくださいということで言われております。そんな C さんの現状をね、見ていきたいと思います。ラバーズとザ・グレイト・ギャザリングが出ております。なんか今そのつながり体力があるんだと思います。なんかここのね時点でも、なんかそういう先生みたいな存在をね、おって言われてるので、まあ、実際にそのつながるっていうのに限らず、なんか人と人、まあ、例えばアイドルとか、まあ、インフルエンサー、何でもどんな方でもいいんですけど、自分にとって今こういう存在欲しいなとか、こういう人すごいなって思えるような存在っていう人に、こう人がいることによって、なんだろう、すごい人生のヒントになるというか、そう、だから、なんて言ったらいいのかな、もちろん実際に、そういう存在がいる方もいると思いますし、推しとか、そのすごい尊敬できる人が今いてとか、その人のことを見てたらすごくワクワクする、嬉しい、もこんな人と同じ時代に生まれてよかったとか、まあ時代が違ってもこんな人を知れてよかったみたいな、なんかそういう存在に今ちょっと出会えたというか、そうで、そういうその素晴らしい他人に出会うことによって、自分じゃない誰か
でそんな素晴らしい人がいるんだって知ったことによって、もっともっとこの世界には他にも自分にとって素晴らしい人がいるのではないかみたいな気持ちになって、なんか同志を探したいとか、なんかそういう気持ちになってきてるんじゃないかなって思います。はい、まあ普通にね、推しができたらオタ活したいとかで、その同じそのね推しの話できる人とつながりたいとかっていうような感じでなるんですけど、なんか魂的にもなんかそのちゃんとそういう意味があって、そこに行くことによって C さんにとって重要なメッセージとかつながりとかが得れるように教えてくれてるっていうのかな。なんか日本語難しいんだけど、これそうなんかすごい今スピリチュアル的に、スピリチュアルなんかすごい運命的に重要なタイミングに来ていらっしゃるのかなって感じなので、すごいドラマティックな、はい、タイミングかなということなんで、そのそういうのは大事にしてほしいかなって感じですね。どんな相手であっても、はい、大事にしてほしいです。でお告げね、聞いていきましょう。はい、ディープレプレシメントとデビルの逆位置が出ております。はい、なんかその人間って安全装置が発動するので、素晴らしい人に出会うと、いや本当にいいのかなみたいななんかね、人を好きになる時とかにあるじゃないですか、本当に好きになっていいのみたいな、私は本当にこの人のこと好きなのとか、なんかその自分のその決断についてすごい恐れてしまうみたいな、うん、だからね、難しい話ですよねこれはい、だからそのすごい自分が尊敬してる人とかにこう逆に誘われたりとかしたら、え、大丈夫ですか、本当になんかいいように使われるんじゃありませんかみたいな気持ちになったりとかあるじゃないですか、みたいな感じで、ちょっとその本当にいいのかなみたいな、これ以上この人このな何かに対してこんなにのめり込みたいとか、こんなに愛を感じたりとか、なんかこうそれについてすごい愛、思いみたいなのを向けるとか、そういうことってでいいのかなみたいな思うかもしれないんですけれども、でもそうやってそのなんか心がすごい動く、だからなんか好きになるとかそういうことだと、結構なんか社会生活の中ではなんかそのそれって後回しにされがちな感情なんですけど、実際生物学的にもその精神学心理学的にも何かを好きになることってすごく神秘的なことじゃないですか。だからすっごいいいことなのに、いいことだからこそそうやってその社会の中でやっぱこう邪魔になるから、なんかタブー視されやすいみたいなね、みたいな感じだと思うんですけど、なんかそういうことじゃなくて、そういうなんかそのいろんな ことを取っ払わないといけないタイミングっていうのかな、うん、理性とかその社会的なこととか、なんか洗脳じゃないけれども、本来のあなたのパワーにいさせない、そういうその愛とか神秘的なパワーを感じることによって、私たちは騙されて生きてるわけじゃないですか。こうした方がいい、ああした方がいいとかってね。でも本当に何かを好きになってしまうと、そういうことも全部こう後回しになるっていうか、モラルとかいろんなことが結構こう後回しになるじゃないですか。はい。みたいなので、そうなってもらっては世の中困るから、みたいなので、そういうのでこう、そういうのは良くないよとか、そうやってこう、なんかを好きになりすぎてもね、ダメだよ、みたいなのとかね、変だよとか、おかしいよとか、みたいなのをこう、捨てていく、そういう不純なものを捨てていくタイミングに入るかなっていうことなので、どん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 、好きを全開にする、ブレーキを壊すみたいな、はい、
都会で生きていくんだったらブレーキは死ぬほどね踏まないといけないですけれども、もう大草原、もう私しかいない世界なんだったらブレーキを踏むことなんてないじゃないですか。アクセルを離せば勝手に止まりますよね。そろそろ止まろっかなって思ったところでくるくるって止まればいいわけじゃないですか。はい、誰かのペースに合わせて歩みを止めたりしなくていいわけじゃないですか、みたいな、なんかそういう感じで、そう、一回ちょっと休んで、その社会的なっていうか自分じゃない自分をお休みして、ありのままの自分になりましょう、みたいな。はい、だからね、何かに没頭すると手につかなくなっちゃうからしないようにしてるって人がいたら、逆に手につかなくなって手につかなくなっては困ることを逆にそっちを休むみたいな、なんかそういう意識にねしていただけるとすごく良いかなということで言われてるので、はい、わかりますか？ね、何言ってるか自分でもわかんないぐらい、なんかすごいパワフルなメッセージなんですけど、はい、アドバイスね聞いていきましょう。良くなるため、もっと良くなるためにしておくといいことは、やっぱり決断に対する恐れはすごい出てますね。いや普通にね生きてたら無理じゃないですかね。それこそなんかそのもう結婚してるとか、もうそういう人とか、もう家庭があるとかっていう人とかが普通に他の人を好きになってしまったとか、なんかアイドルとかだったらまだね、アイドル好きなのいいねぐらいであれなんですけど、実際につながれる人をね、良しとしてしまったりとかってなると、やっぱりまあモラル的にはまあもちろん良くはないんですけれども、でも自分の人生一回なので、まあ全員のその状況を整えてから自分の人生を生きるっていうのは何も悪いことではないので、はい、それをねすれば一番全員がねいい風に運ばれるんですけれども、それをするのってめっちゃめんどくさいし、やっぱ世の中的に例えばCさんがお母さんだったとしたら、もう子供がいますとかで、旦那さんもいてとかで、好きな人ができちゃって、もうその人と一緒にいることしか考えられないってなってね、そっちに行こうとしたら、やっぱりこう世間の目っていうのはすごく厳しいじゃないですか。最近もね芸能人の方とかでもいろいろありましたけれども、でもちゃんと手順を踏めば別にいいわけじゃないですか。そうすることがその人にとっての一番の幸せなんだったら、誰も何もこう咎めることはできませんよね。でもなんかそれをするとそうやってなるから、じゃあバレないようにしようとか、なんかこう曖昧にとか、なんか中途半端にとかっていうのでやるからややこしくなるだけで、ちゃんと覚悟を決めてもうそうやってやる、もう変えるみたいなので、決断を大きくしちゃえば全てうまくいくわけなんで、例えでね言っただけなんであれなんですけど、他にもね本当になんかそのただただ大変だし、めんどくさいし、しんどいから、もうなんか適当にちょっとなるようになればいいかなみたいなのでやっちゃうとダメで、もうやりきらないとダメみたいな感じなんです。やりきればもうすべて、もう素晴らしいところにたどり着けるんですよ。でも本当にそこにたどり着くまですっごいしんどいし、もう引き返したいみたいな、やらなきゃよかったって思うかもなんですけど、そっからその先にね、通過儀礼が終われば超ハッピーになるんですよ。はい。で、そのね、通過儀礼がみんなしんどいから、普通のね、常人はやらないんですけど、Cさんはできる人なんですよね。その先をね、先に進める方なんで、はい、怖いけど、やった方がいいよみたいな。はい、怖いけどやろうみたいな、怖いけどやったらいけるよって
言われてるんですよね。はい。なのでちょっとそのね、すごいこう大変しんどい苦しいことはあると思うんですけど、そういうの全部自分の力で円滑に、自分の力でというかもう全てが円滑に、誰も不幸にならないようにちゃんと決断できれば全部がうまくいきますっていうことを言われてます。はい。そうなんです。だって素晴らしい感情なんだから、なんか適当に全部のことを適当にしてやっていいようなことじゃないから、ちゃんとやることを全部やってそれに向かえばいいんだよっていうことなんですよね。はい。うん、です。だからもう、愛を基準に、動けば全部円滑になるよっていうこと言われてます。はい。そこに愛はあるんかってやつですね。はい。ジャスティスの逆位置、あ、結果ですね。結果はジャスティスの逆位置とインナーテンプルが出ております。なんかめちゃくちゃ自分と向き合ってくださいということを言われてます、最終的に。はい。もう答えはね、全部自分の中にあるんですよ。自分の正義、自分がこれが正しいと思うこと、うん、そう。だからその自分が得する損するっていうので考えるんじゃなくて、自分の正義を貫けば何も失敗しないというか、うん、なんか今までこうしていれば大丈夫だったから、まあ、そのままこうしておくみたいなの方が結構これから先その愛がね、膨らんだ時とかにいろんなバランスが歪むというか、はい、おかしなことになってしまうので、なんかその本なんていうの、不本意なことで進めていっておかしくなるよりも、本意で進めてうまくいく方がいいに決まってるじゃないですか。本意でダメだったら、あ、じゃあもっとうまくいくようにこうしようかなとか、ああしようかなってできるんだけれども、まあこれだったらまあいけるかなと思ってダメだったら何もいいことないじゃないですか。はい。みたいな感じで、ちょっとその中途半端じゃなくて結構ガチめにガチめにやってほしいんだわみたいなこと言われてるので、なんかちょっともうこう本当に本意、もう本心本音本意だけみたいな、もう自分がこうだって思うことだけをちょっと貫くとかやっていくみたいなのが結構大事かなっていうことになるので、うん、そうなってくると結構自分とつながらないといけなかったりとかで、まあ瞑想大事とか、そう、本当になんか自分の時間を取るっていうのはすごい大事に言われてるので、休止してもらっても全然いいかもですね。休止した方が全部が一旦良くなる可能性が高かったりしますね。まあお金の問題とかもあるから仕事休むとかそんなんできないよとかあるかもなんですけど、そういう人はそのプライベートを全部オフにするとか、はい、なんかそういう感じでちょっと時間、自分の時間をめちゃくちゃ作っていただかないといけないかなというような、はい、感じですね。うん、あ、上手にね作れるのが一番いいんですけど、はい、うん、そう、本当にだからその自分が尊敬する、もうこうこんな素晴らしい人この世にいるのかっていうような、そういう存在、そういう状況環境っていうのがあれば、それだけのことをちょっと考えるみたいな、はい、そう、そうなれる、なんかその理想の自分が一番ハッピーであることについてだけを考えれる時間を取っていただくといいかもですね。うん、なんかこうした方がいいからこうだろうなとか、うん、マシだろうなとか、なんかそういうことは全て捨てれるように、はい、クリーンな状況、もう純粋無垢無垢、純粋無垢な自分、はい、常識とかモラルとか社会性とかそういうのを全て脱ぎ捨てて、
本当に本当に自分のハッピー、自分が嬉しい嬉しいわーいわーいみたいな、なんかそれだけをね、ちょっと大切にすることが今大事。そう、それでそんな気持ちで乗り越えていくことが大事なターンなのかなっていうことね。ちょっと難しいんですけれども、参考にしていただければと思います。はい。そう、中途半端が一番ダメなんですよ。だから怖がらないでって感じかな。うん、なんかとりあえずダメなこともあると思うんですけど、本当にその気だったら一回ダメでも何回も諦めずにやるべきなので、うん、本気なんだったら諦めるなって感じかな。うん、ちゃんと恐れるな、諦めるなみたいな、はい、感じでやりきれみたいなことをね言われてるかなと思うので、参考にしてください。はい、私も初めて、突然自分語り始まりますけど、私も初めて BTS のコンサートに行きたい行きたいみたいな、こんなに好きな人ができたの初めてって思って、行きたい行きたいって言ってて、まあその時ちょうどこう売れてきたとこだったんで、チケットも取れるはずがなく、行けないまま終わるのかって思って諦めそうになってたんですけれども、最終的には多分2、3日前ぐらいにご縁があってコンサートに行けることになって、なんならね、多分1列目のねチケットを譲っていただいたんですよ。はい、その時に、はい、なので本当に好きなんだったら諦めんなみたいな。まあそういうことをね、はい、ちゃんと、うん、縁があるから大丈夫だよって、そう、諦めてね、なんかそんなに好き好きっていうのをね、こうなんか あれかなみたいな、ちょっと見栄えがとかって思っちゃうと誰もこう助けてくれないとか、あ、その程度なんだなって思って終わっちゃうんですけど、本当にもう本当に好きなんですって。はい、ことはきっとみんなね協力してくれるので、そういう感じでいてくださいということでございました。はい、以上です。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると励みになります。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。